皆さんこんにちは。こんにちは。幸福の科学へようこそ。私は幸福の科学職員の高宮吹です。よくに秀幸です。はい、よろしくお願いいたします。はい、本日のテーマは笑顔とは何か。そうですね、はい、まあ、ちょっと固い内容が続いてきましたので、はい、ここで一気にですね、ちょっと柔らかい内容にして、見たいと思うんですね。はい、笑顔とは何かということなんですが、もしかしたら私は幸福の科学の職員の中で一番笑顔の下手くそな職員なんじゃないかなって。なんでかと言いますと、前笑顔の学習会をやったことがあって、はい、映像に撮ったことがあるんですよ。自分 で自然の素顔そうそう、撮ってみて学習会やって映像を見たらほとんど笑顔じゃないもう真剣に笑顔って素晴らしいんですよ、大切なんですよって言ってる、その顔のここに眉間にシワが寄ってるんですよ。真剣に熱くなりすぎちゃってちょっと横にさんのいいところですけど。いや真剣なのはいつも笑顔で吹きさんは横にさんのお話が楽しい。いや幸福の科学では愛を説き言いますよね。まあ、はい、神仏に対する信仰心が一番大切であると。ですね、汝の主なる神を愛せということが大切である。次は汝の隣人を愛せよということが大切であるというふうに教わっています。はい、もちろんその他にもいろいろ反省の教えとかいろいろあるんですけれども、愛をとてもですね、大切にしているわけですが、はい、その中でですね、一番簡単なその愛を与える姿として、行動として、態度として、この笑顔というものがあるわけですよね。うん、そうですね。でなんでね、私の笑顔大切かなって思いますと、やっぱり人間みんな、まあ、それぞれの顔を見て生きていると思うんですよ。もっと言葉を変えると、私は妻とかいますけど、顔を見てると言っても、もう一段言うと、まあ、いろいろ人生ね、春夏秋冬あります。個人にもあるし、はい、夫婦にもありますけど、まあ、顔色を伺ってると言ったら、まあ、言葉がね、まあ、大変ちょっとこう表現が適切じゃないかもしれないけど、あ、今日は元気かなとか、あ、今日はリラックスしてるかなとか、怒ってないかなっていうような、こうにおいて、こう顔を見ている、それぞれが生きていると思うんですよ。そうですね、顔色で雰囲気というか、波動というか、変わってきますよね。そうなんですよね。はい、それで笑顔だとやっぱ安心を与えられるというか、はい、安心しますよね。あ、例えば初対面の人でも会ってみて笑顔だと、あ、この人は怖い人じゃないんだと、はい、それを踏まえて私は笑顔を一生懸命するんですけども、その笑顔がうまくないのか、なかなかその払拭が取り切れてないところもありましてあれなんですけども、だからただ幸福の科学では、まあ、仏教でね、基本的に願世といって、はい、顔で施すと書いて願世といって、愛を与えるということが説かれてるけども、幸福の科学においてもですね、この願世ですね、笑顔によって愛を与えるということを非常に大切にしていますよね。はい、それではですね、人生の発見という書籍から安らかな心で生きるという、まあ、章がありまして、その中からですね、大川総裁の笑顔に関するお話ですね、ちょっと吹さんご紹介いただけますでしょうか。はい、よろしくお願いいたしま す, お願いします。笑顔の発展段階というものもあるかどうか、これを考えてみたいのですが、大きな発展段階としては2つあると思います。それは消極的な笑顔と積極的な笑顔ということです。消極的な笑顔というのは、自分の感情を浮き立たせるための笑顔です。積極的な笑顔というのは、これはまさしくユートピア化のための笑顔です。すなわち、人をどれだけ喜ばせるかということにおける笑顔です。例えば、その人が部屋に入ってくるだけでパッと周りが明るくなるような人がいます。そういう人は間違いなく、例外なく、笑顔の美しい人、笑顔の素晴らしい人です。女性の場合も、笑顔が顔の血管を隠すと言いますが、いつもニコニコしている人は美しく見えます。いつも綺麗だな、可愛いなと思ったら、その人にはいつも笑顔があるわけです。それだけで顔の作りの欠点などが発見されないでいることがあると思います。意図的に笑顔で人に接する、いわゆる願世をするということは、魂の境地において一つの菩薩行であることは事実です。
世の中をユートピア化していくための一つの方法論です。大きくは以上の2つがあるのではないかと思います。ありがとうございました。すごいですね。結構愛の発展段階というのは幸福の科学でも書かれていて、人をですね、与える愛、あるいは人を導いたりする生かす愛、あるいは許す愛というような愛の発展段階というのもですね、教わってるんですけど、なんと笑顔にも発展段階があるということがこれ説かれているんですね。一つは消極的な笑顔ですね。嬉しいことがあった、あるいは美味しいものを食べたりとか、何かこう感情から湧き起こるような笑顔、そうじゃなくてユートピアを作っていくための笑顔があるんだということなんですよね。これ先ほどのね、人みんな顔を見て、ですね、生活している中でどんな顔なのかということで安心感を与えるとありましたけど、まあ、福さんもお母様もいらっしゃいますけども、面白い実験があって、赤ちゃんがいて母親がいて、母親がこう無表情に赤ちゃんに接するって実験をやるんですよ。でそれで、まあ、これはあのネットで見たんですけども、どうすると思いますか、無表情で接したら。これでね、最初はあやしてるんですよ、お母さんが。外国人の方なんですけど、あやしてるけど、でも後ろ向いてパッとこう無表情になるとどうするかと思います。赤ちゃんも無表情になる。いや、それがですね、面白いのは赤ちゃんが一瞬と驚くんです。まず無表情になった瞬間、それでどうしたのどうしたのっていうように、まるでどうしたの、いつものお母さんじゃないじゃんみたいな感じで母親をこう励ます感じです。でもそれでも無表情を貫くと泣き始めちゃう。でお母さん耐えきれなくて、あーってこう笑顔にするっていう実験があったんですけど、これすごいですよね。ユートピアを作っていく積極的な笑顔もあるけれども、無表情はなんと我が子さえ泣かしてしまうという、この2つがあるということなんです。でこれをやはりですね、あ、笑顔って大切だなって特に思う。で愛は幸福の卵であるという私たちを教わってるし、愛はユートピアの卵であるとも教わってるじゃないですか、はい、ですね。その幸福が愛からの幸福、幸福からユートピアと教わっています。そしてその簡単な、一番簡単なですね、愛が笑顔であるということ、そうすると、まあ、笑顔は小さなユートピアを作る卵でもあるんだなと思うんですよね、家庭において社会において小さな卵かもしれませんよね。でもそういう、でも人間関係とかを築いていく上で非常に大事だなと、笑顔が下手くそだからこそ思うんですよ。もう眉間にしわ寄らないように眉毛が私すり上がってるじゃないですか。だからね、一生懸命ね練習しているんですよ。そうすると練習するとね、またそれがおかしなことになってるんですよ。いやでもあの練習してるよくにさん想像すると、いやそれはそうですよ、いいなって思いますよ。で、まあ、ユートピアを作っていく積極的な笑顔があるということを今、ね、教わりましたけど、なんとですね、笑顔には他にも効用があるんですね、大川先生は実は笑顔に関してとても膨大な教え、膨大というかたくさんの教えを説かれていまして、それを集めるとですね、結構小冊子ぐらいになってしまうんですよね。もっと何のかもしれませんけど、その中でですね、奇跡のがん克服法という書籍がありまして、がん消滅への道という章がありますので、そこに笑顔に関するお話がありますので、そこをですね、大川先生のご説法でご紹介させていただきます。そしてできるだけ、笑顔を作る訓練ですね、笑顔ががんを治しますので、笑顔を作るとよろしいです。がんの治療薬としては笑顔が特効薬なんです。だから年取ったら笑顔がだんだん減っていきます。笑顔が減っていくと逆比例して病気が増えてくるようになるんです。だから笑顔を作る練習をしてください。笑顔は人に対する愛の表れなんですね。だから原価ゼロで構わないんです。いつもにこやかなお年寄りになると人から愛されるようになるんです。人から愛されるとその愛が治療薬になって、いろんな心の悩みや病気を治す力が出てくるんですね。だから、まあ、そういう笑顔でもって一つの治療薬とするということを努力してください。これも習慣の問題なんですよ。ちょっとした心の努力と、ちょっとした習慣の問題なんですね。で笑顔でもって他の人に愛を与える、ちょうどひまわりみたいなもんですね。太陽の方に向かって大きく花を開いている、そういう太陽の方をいつも向いているのがひまわりですよね。そういうふうに自分の人生の中の
いろんなものありますけども、悩みや苦しみもあるけども、できるだけ幸福な面の方を向いてですね、笑顔を作ることですね。与えられているものに対して感謝するですね。足りないことに目を向けるよりも、与えられていることに感謝をすることですね。ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。はい、がんの治療に笑顔が効くっていうのは科学的に証明されてますよね。そうなんですよね。結構メジャーな気がします。そうなんですよ、はい、なんかナチュラルキラー細胞というものがあって、心がだから穏やかで心境がいいと、そのナチュラルキラー細胞というのが活性化してがん細胞をやっつける、はい、まあ、毎日私たちの体はがん細胞が、細胞ががん化してますので、はい、それをこうね、笑顔とかそういう安らかな境地がやっつけてくれるんですよね、はい、でもこの中でそう驚いたところもあって、うんうん、人から愛されるようになって、人から愛されるとその愛が治療薬になるっていうところは、ね、科学的な何て言うんですか、事実としてあるけれども、うん、その真実というか真理っていう意味で、ここは、いや、載ってない真理だなっていうのを、そうですね、宗教的なね、はい、科学的な真理じゃなくて、こう宗教的な真理ですね、はい、すごくここは感動しますね、うん、そうですね、はい、でいつもひまわりのように、難しいですね結構赤ちゃんとかが天真爛漫で常に笑顔だったりするんですよね。自分で楽しいことを見つけてきたりして、ひまわりね、ひまわりってすごいですもんね、夏みんなもうランランと輝く、ね、本当に、まあ、ああいう、まあ、笑顔を作る練習をしていきたいし、ああいう笑顔で生きていくっていうことが一つの人生の目標なのかもしれませんね、はい、病気を治す力がある。それとですね、まあ、ちょっと今回はご紹介してないんですけど、悪霊から身を守る方という教えの中では、悪霊からも実は笑顔が身を守るんですっていうこと、なぜかというと、笑顔ができない状態、つまり未来に対する取り越し苦労とか、過去からの持ち越し苦労ですね、過去のことをいつまでも悩んでて、持ち越して悩んでる人、あるいは未来のことまだ何も起きてないのに、自分は受験に失敗するんじゃないか、自分は将来なんか会社クビになるんじゃないかっていう取り越し苦労をしているような人っていうのは笑顔がない。そうするとそういう心だとまた悪霊もやってくる。しかし笑顔にいると悪霊からも身を守れるんですっていう教えもあるんですよ、はい、ですからですね、まず笑顔というものが愛の表れであるし、病気からもですね、の治療薬でもある、はい、でいて、それでいて悪霊から身を守り、そしてその愛によって幸福が、幸福によってまたユートピアが作っていく、はい、作っていく、素晴らしいことだなというふうに思うんですね。そうですね、はい、で立ち向かう人の心は鏡なりという話を前、ですね、ソウルメイトとか人間関係の話の中でしたと思うんですよ、はい、つまり立ち向かっている人たちとは、目の前にいる人は自分の心を映している鏡であるんだという話をさせていただいたんですよね、はい、ですから私たちがこう十面で眉間にしわを寄せて、ね、いると相手の人もこう構えてしまってくるけど、うん、笑顔だと相手の人もまた笑顔で返してくるという、この笑顔における立ち向かう人の心は鏡なりということもあるかと思うんですが、これにですね、これを前提にしまして、また先ほどご紹介したんですけど、人生の発見の安らかな心で生きるというあの章をもう一度ですね、別のところをちょっとご紹介いただけますでしょうか、はいはい、私は会社で仕事をしていた時に結構接触の仕事を多くやっていたのですが、相手を訪問する時にはこれ以上景気の良い顔はないという顔をして入っていきました。これはいつもそうです。面白いことに不景気な顔をして入っていくと人は寄ってきませんが、ニコニコして入っていくと本当に寄ってくるのです。玄関を入る前にネクタイをキュッと締め、ニコッと笑って入っていくと、いらっしゃいませと言って5、6人ぐらいゾロゾロと出てきて、何か良い話があるのでしょうと聞きます。いや別にないと言っても来ます。これは商売の秘訣であろうと思います。また商売だけではなくて人間関係の秘訣でもあると思います。とにかく人間は笑顔の人を見て敵意を抱くことは難しいのです。これは鉄則です。笑顔の人を見て敵意を抱くと、よっぽど自分の性格が悪いように見えるのです。ニコニコ笑っている人を見て、その人に悪口を言っていたら自分の方がよっぽど悪いように見えます。
それでも顔色が変わらずにニコニコされたら、もう叶いません。ギブアップになります。したがって、笑顔は敵意を抹消する最大の方法であるということが言えます。ありがとうございます。いや、今すごいことが言われてるなと思うのは、さらっと言われてるんですけど、商売の秘訣で、人間関係の秘訣であると、そして病気を治す、はい、あるいは、ユートピアを作っていく、はい、私だからこう考えてみますね、うん、笑顔ってある意味における人生の秘訣なんじゃないかなっていう、万能薬ですね。そうなんですよ。すごい身近にあることなのに、そして忘れがちなんですが、はい、ある意味において人生の秘訣なんじゃないかなって思っていて、だから笑顔の練習をしているんですけどもで、行動に感情は従うという言葉があるんですね。これ逆だったら分かる人もいるかもしれません、まあ、行動と感情ですね、逆に感情によって心が、ね、行動ができてくるということだったら分かると思うんですよ。そうですね、例えば怒ってるから怒ってる行動が出ていくとかですね、悲しんでるから悲しみの行動、涙が溢れてくるとか、そういうことは分かる、自然な流れですね。でも逆があると、はい、行動に感情が従う、つまりハッピーな行動をすると心もついてくる、感情もついてくる、悲しみの逆に行動をしたら行動もそれについてきてしまう。だから、はい、逆これを笑顔ということにするならば、笑顔に明るい心もついてくるというふうに言えると思うんですよね。形から入るっていうのは笑顔においては有効なんですね。そうなんです。しかもこれも科学的に言われてまして、はい、うつの方とか箸を1本こう加えて、ここ口角を上げるだけでも心が少し明るくなるっていうんですよ。で笑う練習をするということ、これも大事なことなんですよね、はい、で先ほどあったように人生の幸福な面をそして見ていく、ひまわりの話、太陽を見て話ありましたけども、その不幸な面を見るんではなくて、そうやって見て笑顔を作っていく、行動から作っていくということが非常に大事じゃないかなというふうに思うんですが、しかしだからといってもですね、私たちは人生には苦しみがあるって学んでるじゃないですか、はい、宿泊ですね、長老病死、生まれてくる苦しみ、老いていく苦しみですね、病む苦しみ、死んでこの世を去っていく苦しみ、まあ、愛する者とは別れ、憎しむ者とは出会いですね、交換煩悩は燃え下がり、求めし者は手に入らないというか、それありますよね、まあ、そういう人生の宿泊は必ず訪れてくるから、はい、私たちは笑顔で人生を生きたいけれども、誰にでも笑顔を忘れ去っていくような苦しみの瞬間というのは訪れるんですよね。そうですよね、笑顔が十面になるような、はい、シワがこう刻み込まれるような瞬間というのがあるんですね。この時にやはり必要なものって一体では何なのかということで、それをですね考えるにあたりまして、岡隆法総裁先生の成功の法の第3章、成功生活の秘訣をではご紹介いただきますか。はい、はい、私はまた次の言葉を語っておきたいと思うのです。それは、笑顔は努力に比例するということです。今、美しい笑顔の人がいるとして、皆さんはその人の笑顔は生まれつきのものだと思うでしょうか。そして、いつも笑顔でいられる人というのは、いつも幸運なことばかりがある人だと本当に思うでしょうか。どんな人間にも人知れぬ苦労、人知れぬ悲しみはあるものです。そういう時に実は笑顔というものが崩れていくものなのです。誰にでも笑顔を十面に切り替えていく逆の意味でのチャンスはあったのです。笑顔が十面に変わるような苦しい瞬間はあったのです。その都度その都度笑顔の中に神経質なシワを刻み込んでいく機会はあったのです。しかし、それをせず笑顔で居続けることができたということは素晴らしいことです。地上を去ってあの世に帰る時まで笑顔を絶やさないでいられた人は、おそらくあの世でも笑顔を続けられる人であると私は思うのです。いずれにせよ、笑顔は努力に比例するという言葉を胸に刻んでほしいのです。それはちょうど
道端に咲いている花にも例えられましょうか。何故に道端に花が咲いているのかということについて、人間はあまり深く考えることはありません。しかし道端の花にふと我を忘れて美しいなと感じる瞬間があるとしたならば、その花はすでに菩薩行を成していると思って間違いないのです。花は多くの人たちの喜びのために咲いている、花もまた笑顔を与えていると考えてよいと思います。しおれた花は悲しみを象徴していますが、満開の花は笑顔に満ち満ちているように見えます。一輪だけの花ではなくて、たくさんの花が咲き乱れていると笑顔が並んでいるようにも見えます。そのように花でさえ笑顔を保つことに努力している姿を見て、私たち人間はもっともっと頑張らねばならないのではないか、そうでなければ恥ずかしいのではないかと思うのです。ありがとうございました。いや、なんか本当に恥ずかしいのではないかという言葉が胸に刺さりますけれども、はい、でも本当にそうですね。誰にでもやっぱり笑顔を十面に変えていく瞬間はあるけれども、うん、でもいつも笑顔の人もいるし、ね、福井さんいつも笑顔でいらっしゃいますけれども、いやいや、でもその、ね、高校、中学の時にちょっとこう不登校を経験されて苦しい経験とかもされてますもんね。そうですね。その頃はなかなか笑顔もできなかったですね。うん、いろんな、まあ、みんないろんな人がいろんな人生を背負ってますけれども、その中においてでもいつも笑顔の人もいるし、まあ、笑顔の、うん、一生懸命練習している私のような人もいますけれども、ただこの努力ですね、笑顔は努力に比例するという言葉が非常に大事じゃないかなと思うんです。それは一つにはやはりこの世においてね、学業とか仕事とかそういうこの世におけるそういう自助努力も大事だと思うんですよ、はい、天は自らを助く者を助くって言葉がありますけど、自分が努力する人、自分自身で道を切り開いて引く人、天は助けてくれるという意味ですけれども、そういうこの世における自助努力、学業や仕事も大切ですけど、もう一つこの努力としてやはり大切なこととして、やっぱ魂を磨いていくというか、はい、心をですね、平安にしていくというか、はい、心を平和にしていくというか、こういう努力もまた必要であると思いますし、これが私たちが普段やっている、はい、そういう幸福の科学における心の修行の面なんですよね、はい、で、そういう、まあ、この世は、まあ、魂修行の場でありますので、苦しいことはあるけれども、しかし、まあ、真理を学んで学ぶことによって心に平安を築いて、これ仏教で難しい言葉で言えばね、はい、涅槃寂静の境地なんて言いますけれども、そういう心の中にそれを作っていくことが仏教における説かれていた、そういう教えでありますけれども、幸福の科学もまたこの一つ心に平和な心を築いて、そしてですね、努力をしてですね、魂的な努力とこの世における自助努力のをなして笑顔をしていくということが大切じゃないかなと思います、うん、両方磨いていきたい、はい、そうですね、はい、まあ、今日はですね、笑顔について考えてきましたけど、これからも笑顔を私も努力して、はい、積極的な笑顔をしていきたいと思います。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。それでは最後に大川総裁先生のご説法を拝聴して終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。話は遥か昔のことに戻ります。今から4300年の昔、ギリシャにヘルメスという人がおりました。ギリシャ神話でご存知の方は多いでしょう。ギリシャ神話では今は間違って伝えられ、このヘルメスがゼウスの子供であるように言われています。しかし時間的にはゼウスよりも数百年昔にギリシャの地に生まれて、
そしてギリシャの地に愛と発展の種をまいたのがこのヘルメスなのであります。ヘルメスのまいた愛の種はやがて時代を流れてイスラエルにイエスの愛となって違った形でまた現れてまいりました。ヘルメスの説いた発展の教えはまた時代を下ってやがて西洋の近代化そしてその発展へとつながっていきました。この愛と発展という不思議な二つの概念をヘルメスという人は人々に教えました。幸福の科学では皆さんに愛と知と反省発展という四つの正しい道現代の四正道をお教えしております。そしてこの四正道の中の愛と発展の部分は今申し上げましたようにヘルメスの考えから流れ出しております。そして知と反省がインドのブッダの教えから流れ出しています。そしてこの融合体として大きな教えを今作っていこうとしております。かつて融合されなかったものを今融合しようと私はしておりますが、それにしても四正道の最初に出てくるところのこの愛、まず最初に出てくるこの愛という考えは便宜的に最初に出てくるのではありません。必然的に重要度があって最初に出てきています。私はまず愛あれと皆さんにお教えしています。幸福の科学の教えは非常に多岐にわたり膨大な知識が必要である、知識の吸収が必要であるというふうに考えておられる方も多いでしょう。しかしこの四正道の順序をよく見ていただきたい。まず愛あれ、愛ある人となれ、愛のあふれる人となれ、そう私は言っています。出発点の愛は与える愛、この出発点において難しいことを要求していません。おそらくは幸福にならんとして集い来たった皆さんは何らかの愛を与えられんとして集い来たった皆さんでもあろうと思います。その皆さんにまず私は違う、そうではない、愛は与えるところから始まっていくんだよとお教えしています。もしこれからのうちの教えが難しいのならば忘れていただいて結構です。一生において自分の人生の中でこの愛という言葉に出会い、愛は与えるところに始まるんだよということ、この一つをつかみ取って生きていただければそれでも結構であります。愛を与えることをまず知ることが人間としてこの地上にプラスの人生を生きるための出発点であるのです。